にちは、16歳平野紫耀です。今回はこの本当は半袖で出る予定はなかったんですけど、お昼ご飯を食べに行ったら着ていた服に、ケチャップをこぼしてしまって脱ぐ羽目になりました。寒いんですけど、寒く見えないように歌ってちょっと動きます。暖かい目で見てください。それでは聴いてください。世界の秘密。そんな無駄な繰り返しをまた繰り返して、僕らに生きていくうちに I'm sorry 気づいちゃったよ。 I'm sorry 気づいちゃったよ。世界のことステップだけステップだけ終えてきちゃっても、僕らが時代に合わせて笑顔になっていく。だから I'm sorry 気づいちゃったもん。 I'm sorry 忘れないでよ。ありがとうございます。